沈む君の街まで誰にもない ということで、こんばんは。第9回空音ラジオ、お越しくださった皆さん本当にありがとうございます。こんばんは。いやー、1週間終わりましたね。ねー、いやー、わー、たくさんありがとうございます。たくさんの方が来てくださってるみたいで本当に嬉しいです。いや、なんかやっと1週間終わりましたね。今週はどんな1週間でしたか、皆さんにとって。そうですよ、もう9回になりますね。もう9回です。お誕生日おめでとうございます。はるかさん、ハッピーバースデー。明日卒業式です。わー、皆さんね、ライリ君元気ですか。元気ですよ、ありがとうございます。いやー、1週間お疲れ様でした。ねえ、今週は長かった。わー、長かったですよね。なんかこの1週間本当大変でした。卒業シーズンですもんね。なんかいろいろなことがあったりすると思います。毎日就活だった。うわー、就活。東京旅行中で楽しいです。あ、そっか、学校が終わって旅行に行ってる方もいらっしゃるのかな。高校合格しました。うわー、おめでとうございますね。いろいろなことがあると思います。例えばね、受験生だったらまあ浪人しちゃったって方もいらっしゃるかもしれない。また1年やらなきゃいけないとか、またね、就活だったら就活で毎日大変だとか、いろいろあると思います。でもまたこうしてね、1週間終えられたということで、どうあがいても前に進んでいくしかないので、僕たちは、今日もまた1週間終わったことをみんなでね、ああ終わったねってなりながら一息ついてもらえるようなラジオができたらなと思っております。ではでは。はい、ということでね、いや今日ものほんと皆さんと一緒にね、1ヶ月じゃないや1時間、1ヶ月はやってたら大変だね。ちょっとずつ皆さんからいただいたお便りたくさんあるんで、それを読んでいきつつ、進んでいこうかなと思います。ありがとうございます。好きやビューティフル、あ、皆さんすごい、オリジナル曲であるビューティフル、あの羊さんという方に書いていただいたビューティフルという曲なんですけど、それの、BGM を流させていただいております。いやー、いやはや、ではでは読んでいこうかなと思います。今日もね、いろいろね、いただいていて、さて、どれから読んでいこうかな。さてさてさて、ほうほうほう、ふむふむふむ、ハフハフハフ。こんばんは、皆さんいらっしゃいませ。どうも。はい、じゃあ読んでいこうかと思います。
ライル君こんばんは。こんばんは。埼玉県在住ペンネームまゆりさん、ありがとうございます。お元気ですか？え、元気です。季節の変わり目で体調を崩されてないですか？こじらせてないですか？こじらせてはいるかな。いつもね、哲学的な話が始まるとすぐこじらせちゃうからね。はい。早速ですが、今回質問があってお便りを送らさせていただきました。ライル君って日常の中でこれだけはやめられないものってありますか？私はお菓子がやめられないです。わら。平凡すぎる話題ですみません。いえいえ、チョコとかポテチとか好きすぎて体に良くないと思ってもやめられた試しがありません。ライル君の音楽の話や哲学トークももちろん大好きなんですが、日常感あふれるゆるーい話とかも聞いてみたいです。1時間という貴重な時間なのに些細な話題ですみません。ライル君大好きということでありがとうございます。なるほど。これだけはやめられないもの、これだけはやめられないものですか。僕ね、なんか日常的な話って言われたので、そうだな、最近今更になってハマってるのはゲーム。なんかゲーム楽しくて、なんか高校生の時とかもうまるっきりゲームやらなくなっちゃって、中学校3年生とか、それこそ中学校2年生とか中学校3年生の時なんてもうね、僕ねゲーマーだったんでずっとゲームやってたんです。みんなわかんないかもしれない、僕ね音楽歌始めるまでずっとゲーム大好きでゲームばっかやってたんです。でしかもそれもね、みんなツムツムとかなんか何パズドラーとか可愛い感じじゃん。いやもう全然戦争ゲームとか好きで、バン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 みたいな、バン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 みたいなゲーム好きで、中学校2年生の時とかはね、夏休みね、これあんまりこういう話しちゃいけないのかもしれない、夏休み、中学校2年生の頃の夏休み、僕歌とかももちろんやってなかったんですけど、夏休みだよ、お昼の12時に起きてゲーム始めて朝5時までゲームやって寝てお昼の12時に起きてっていうことやってた。いやそういう時代もあったの。ゲームめっちゃやってた。16時間とかやってた。多分死んじゃうよね。でもね、もともとスポーツも大好きで、夏とかも夏休み中もね、いつもテニスの大会とかでいろんなところに行ってたんだけど、高校2年生になってから音楽とか楽しくなってきて、高校3年生になって時にはもうすでにね歌付けでした。だったので、歌が好きになったりとか、もちろんスポーツ真面目にやってたりとか、また他に楽しいことができた時はね、まるっきりやらなくなっちゃって、だからそれこそ歌と一緒だったんだよね。ゲームもすごく自分がなんかやろうと思ったものはずっとやるんだよね。でもそれが結構短いクールでこうパンパンパンとやりたくなくなっちゃったりとかすること多くて、でも歌っていうのは少なくとも僕が今までやってきたものの中で一番長いです。多分ずっとやってたいなって思えるものを見つけてしまった感じで、歌はね、高校2年生の時に12時間とか歌ってた時あったよ、1日。夜の7時にニコ生放送を始めて朝の6時にまでやってたとかあった。学校から帰ってきて朝まで歌い続けてた。ニコ生の枠数がもう20枠とか24枠みたいになってた。そんな時代もございました。はい、ございました。テニスのコーチしてほしい。そう、僕ねテニスのコーチやろうかなとか思ってて、そうテニスのコーチのになりたくて、最近ちょっとテニスの練習しようと思って、また久々にテニス 2年間もうラケット握ってないんだけど、テニスのコーチやろうかななんてちょっとね密かに思ったりしています。なんてこともあり、いかがでしょうか。なんかちょっとゆるいゆるい話ということだったので、ちょっとゆるめに、話してみました。では続いての続いてのお便り読んでいこうと思います。たくさんねお便りいただきまして、今回も読んでいこうかなと思います。ちょっとなんか明るめな感じの読もうかな。質問系がいいよね。
でもね、みんなね、ありがたいことにとてもね、あの詩をね読んでくださいっていう方が多くて、あのそうありがたいんだけどね、すごくそういう方が増えたっていうのはすごく嬉しいことでありつつ、なんだかもっとフランクな質問でも大丈夫ですよ。これにしようかな。ソラリスネーム卓球ショップバンバンさん、はい、ありがとうございます。ライル君こんばんは。こんばんは。初めてお便りを送ります。あ、初めて、ありがとうございます。毎週は聞けていないのですが、過去ごめんなさい。いえいえいえ、ライル君の声が聞ける金曜日をすごく楽しみにしています。ありがとうございます。第8回空音ラジオで歌い手さんになる夢という内容の話をしているのを聞いて思わず泣いてしまいました。 ありがとうございます。私は先日、高校を卒業して子供の学科のある短大へ進学します。保育士になるために行くのですが、本当は図書館所持になるのがなりたいと思っているのです。だけど無理して進学させてくれる両親に申し訳なくて、本当の気持ちを伝えることができていません。自分の夢を追いかけるか、家のことを考えて辞めるのか、とても悩んでいました。でもライル君の話を聞いて、行動しないとダメだし、勇気を出さなきゃダメだなと実感させられました。どんな結果になっても、行動したことに意味があると思って頑張りたいと思います。決心する勇気をありがとうございました。これからもライル君を応援しています。大好きです。ありがとうございます。はあ、なんだろう、すごく僕ね無責任なんで、こうやって偉そうな夢とかなんだとか言ったって、夢を叶えたくても叶えられない人もいらっしゃる中で、こうやって僕がね自由に好き勝手喋っております。もちろん皆さんの中で思うことがあって、いやそれは違うんじゃないって思うこともたくさんあると思います。あのそれに関しては僕もしょうがないと思っていて、その子に関してはなんか人それぞれいろいろな意見があるっていうのは当たり前のことですし、僕がすごく恵まれた人間であるということも自分で多少わかります。やっぱりあのこうやってね歌を歌わさせていただける機会をいただけてる時点ですごくありがたいことで、あの本当に皆さんのおかげで歌えてるっていうのがあり、なんかねそういうこともありつつなので、あのそんなトントン拍子に言ってるじゃんみたいな風に思ってくださる、思われてしまうこともあるかもしれません。でも本当にあの自分の夢に向かって本当に真剣に今やってて、多分僕はあのもしかしたらこの道でうまくいかなかったらもう何も後戻りできないぐらいまで来てしまってます。だからあのでも僕はこの夢を選んだことを後悔してないですし、今すごく楽しいです。あの結果としてこれから楽しくないこともたくさん待ってるかもしれないけど、逃げるわけにはいかないし頑張ろうと思っております。なのであのいつかね、いつも話してますけども、僕の歌を聴かなくなった時があってもそれは全然いいことで、僕もねそれでも歌い続けることに意味があると思ってます。いつも聴いてくれる方がいると思うので、いつも聴いてくれる方の耳に届く、聴きたいと思ってくれてる方の耳に届くような環境で歌っていこうと思ってます。頑張りますので、どうぞどうぞよろしくお願いいたします。でも本当に好きなことしかしないようにしてます。嫌なこともたくさんあって、嫌なことやんなきゃ受験だって受かんないし大変だよ、高校受験だってあるし大学受験だってあるしっていう方もいらっしゃるのはもちろん重々承知の上で、失礼なことを言ってるのかもしれないですけども、僕は好きなことだけやって生きていきたいと思ってます。その際嫌なこともたくさんあるんですけど、多分嫌なことだって思ってないんだと思います。僕がもし嫌なことをやってたとしても、そんなことをずっとやっていきたいなと思ってます。辛いことも辛いと思わずにやっていけるような、感じでやっていけたらなと思っております。いろいろな僕がこうやってやってることでちょっとでも、皆さんの中で頑張ろうとか一歩踏み出そうと思っていただけるのであれば、それが一番嬉しいことであり、僕の言葉なので、僕が少しでもねそんな自分がこうやって好き勝手やって体現できているところを皆さんに見ていただけたら、皆さんの自信にも少しはつながっていくのではないかなと思いました。頑張ります。なので僕もね精一杯頑張らねばならんということなのでございます。はい、なんか真面目な話になっちゃうね。なんでなんだろう、なんで真面目な話になっちゃうのかな、なんなのかな。あのね皆さんすごくね素敵なねコメント送ってくださるんです。ありがとうございます。ここでねいつものごとく、送ってくださってる方々で、
毎回ね面白いあの詩を送ってくださるので、その方でちょっとね和もうかなと思います。いきます。ソラリスネームセラさん、いつもありがとうございます。こんばんは。いつも楽しく拝聴しています。最近知りましたが、15日のお台場の方でイベントに出演なさるそうですね。おめでとうございます。あ、ありがとうございます。ホワイトデーイベントらしいのですが、男性がいたら浮いてしまいますかね。全然大丈夫です。僕は男性の方嬉しいですまあどんなイベントであれ応援しております。ありがとうございます。バレンタインは、バレンティヌスさんが結婚禁止令の中、密かに男女の仲を取り持っていたことが由来らしいのですが、ホワイトでは特に由来ないらしいですねそうなんですか。一応ホワイトは純粋な気持ちの意味らしいので、そんな雰囲気で書いてみました。お、今のは危ない。何みんなして、何が危ないっていうの、何が危ないっていうんだ何が危ないっていうんだ。もうタイトル、ホワイトプレゼント。じゃあ詩を読んでいこうかと思います。じゃあいきます。君がチョコをくれてから、君への思いが増していく。一日に君を思い浮かべる時間が増えてくるのが嬉しくて、今日はお返しを買いに行く。君に一番喜んでほしいから、君の好きなものを選びたい。君は何が好きだろう。たくさん悩んで、たくさん歩いて、君の喜ぶものを、ものも知らない自分にちょっと落ち込んだりもしたけれど、そんな時間も楽しくて、一つのプレゼントを買って帰った。それじゃあ今から打ち込むね。課金用の iTunes カードだよ。カンコレの望月ちゃんだそうでございます以上。まあライルさんの場合、チョコをもらえるのが二次元のみってのはありえないと思うのですが、モテない男子、男たちの純粋な気持ちを書いてみました。望月ちゃんって合ってるのかな、望月ちゃんだってのかな、も望月ちゃんだってのかな。僕ねカンコレやってないんですけど、モテない男たちの純粋な気持ちを書いてみました。そっか、ホワイトデーのお返しはカンコレの望月ちゃんにあれなんですね。なるほど、はあ、そうか、ホワイトデーね。僕お返しする相手いないいや、僕あのね、そう、実は猫のソラリスネームセラーさん、僕もねあの男性の方で存じ上げてるんですけど、僕が人生で初めて出たライブに見に来てくださっておりましてあの男性の方なんですけどもね、僕も覚えてて、あのもうね2年ぐらい前の放送から聞いてくださっていまして、本当にねありがとうございます僕の歌がねもう鬼ほど下手な時からね聞いてくださっております。本当にありがとうございます。毎回ねあの詩を書いてくださって、この前もねちょっと皆さんにもね実はあのあれしたいんですけども、キャベツ太郎っていう詩を書いて送ってくださってるんですけど、すごく面白くて、あのいつも読まさせていただいて、なんかこれもねちゃんとあの番外編で、あの番外編でねあの取り上げられたらなと思っておりますはい、ということでありがとうございました。いや男性のリスナーさんって僕やっぱり少ないから、すごく新鮮でとても嬉しいなと思います。もちろんね女性のリスナーさん、いつも聞いてくださって本当にありがとうございます。いや、やっぱ女の子相手だと緊張するんですけど、男の子だとちょっと安心するんですよね。男性だってなるちょっと女の子は緊張するけどね。さて、兵庫県ゆきさん19歳、あ、同い年だ、わお、ライル君こんばんは。こんばんは。ライル君の哲学的なお話を聞いて、いつもたくさん考えさせられることがあって、同い年なのにすごいなと思っています。哲学の話は今日はしたくないな、普通な自分の話をたくさんするしようかなと思っておりますとか言いながらだよねはい、2月28日は大阪のインストアライブに参加しました。キャスやニコニコ動画でのライル君の歌声も素敵ですが、生の歌声はもっと素敵だなと思いました。ありがとうございます。生歌いいって言ってくださる方がいるとすごく嬉しくて、でも僕の中でも生歌で聞いてもらえるのが一番いいと思ってて、やっぱり表情をしっかり見てもらえる、全身余すことなく上から下まで見ていただいて、その中で僕がどんな顔して歌ってるのかとか、
皆さんに何が伝えたくて歌ってるのかっていうのが直に感じ取っていただけるようなライブを一人でやってる時は心がけてます。ワンマンライブとかこの前120人ぐらいのところでやらさせていただいて、やっぱ120人ぐらいだとみんな一人一人の顔も見えるので、生歌で聴いていただけるのはすごく嬉しくて本当にありがとうございます。直接お祝いしていただき、素敵な誕生日になりました。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。どうしてもお礼が言いたくてお便りを送らさせていただきました。前回のキャスで、歌った歌のリストを流していたんですけれど、ライル君が大丈夫でしたらこれからも流していこうかなと思ってます。あ、ぜひ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 、いろんなところで僕の歌ってみたみたいなものは流してあげてください。バラッドに関してはあんまりね、流すとね、偉い人が怒るかもしれませんが、まあ僕は許してるのでどうぞどうぞという感じで、私がリクエストしたいのはライル君が書かれた宇宙という詩です。とっても大好きな詩なので読んでくださると嬉しいです。長々とすみません。これからも応援しています。ありがとうございます。嬉しいです。あ、なんとミロさんが珍しく、ミロさんが珍しく反応したので、ミロさん、ミロさん、わー、ミロさんだ。じゃあミロさんに、せっかくなのでね、ミロさんにピアノ弾いてもらっちゃおうかな。ミロ先生、ミロ先生、よいしょ。せっかくなのでね、よかった、ちゃんと見て。さてさて、せっかくなので、かけてみます。早い。あ、ライル君だ。あ、ごめん、ちょ、クリックがミロさん、リズムを刻んでおりますけどもごめん、ちょっとミロさん、リズムを刻んでおります。クリックがちょっとクリックが鳴ってました。ごめんなさい。ミロさんがビートを刻んでおりました。今テンポ60でビートを刻んでますけども、どうもこんばんは。はい、ありがとうございます。いやいや、こちらこそ。なんかね、いつもね、お邪魔しちゃうと悪いかなと思って。いやいやいや、なんかお忙しいタイミングじゃなかったなら、僕全然もういつでもぜひ来ていただけると嬉しいので。こんばんは、こんばんは。ちょっと待ってね、まだ放送かな。あ、見えた見えた。こんばんは。わーわーわーとか言って気づいてくれてありがとう、ライル君。よかったです、ちょうどタイミング見て、タイミングが良かったですね。で、最近ね、ライル君とあんま連絡ちょっと取れなくてね、なんかこういろいろとこうお仕事とは、あとキャスとかとずっとやってると、もう一日が全部埋まっちゃうんだよね、それ。いやいやいや、いいんです、いいです、リスナーさん第一で行きましょう、お互いに。そこはで、そうだよね、全然大丈夫です。だから、そう、ライル君もだから自分もそうだけど、やっぱ本当にリスナーさんのこといつも考えてるじゃん、二人で。もうリスナーさんの話しかしないもんね、ご飯食べてる時も遊んでる時も何する時もリスナーさんのことしか考えてないもんね。暇なんですかね。なんかそう、うん、多分、うん、暇になっちゃってるんですかね。そうだよ、もうなんかさ、やっぱ愛だよね。そう、なんかかけちゃんみたいなこと言ってますけど、やっぱりこう愛だと思うんですよ。ちょっとちょっと、あのかけりねさんにすごく影響されまして、あの人はあの頭おかしいんで、はい、あの人のリスナーさん愛は頭おかしいです。ただ、はい、そのかけりねさんがライブで、はい、この前かけちゃんのワンマンライブ行ったんですけど、僕に、はい、うん、いや僕は、うん、ライル君に負けてるんだよって言われて、うん、何がですか。いや、かけりねさんマジで僕歌好きですし大尊敬なんですけど、いや、うん、俺はね、うん、ライル君に愛が負けてる、うん、って言われて、あ、うんうん、あ、愛が負けてるんですね、うん、いや、ライル君の方がね、うん、愛してるよ、リスナーさんのこと。僕は悔しいと言いそう、でもなんか言いそう、悔しいと、僕は悔しいと、ライル君に負けてる、愛が負けてるんだ、ウケる。いやいや、そんなこと考えてる時点でもう他の人とレベルが違うぐらい愛してますからね。なかなかだって愛の話とかしないじゃん、男同士で。しかもそう、かけちゃんすぐ2人でご飯食べに行った時もこの前もずっと愛の話を僕に振ってくるんですよ、うん、であの人本当に変わってるから、うんうんうん、僕も結構、うん、自分で言うのはなんなんですけど、結構そういうちょっと変な方に走っちゃうんで、哲学的な方に、うん、でもかけちゃんは全然微動だにしない、わ、うん、かるよみたいな、わかるみたいな、やっぱ愛だよねとか、うん、
ライルクやっぱ愛だよとか、分かってるよねライルク愛とか。いやね、だってさ、ほらこの前ね、あれなんですよ、ライルくんとあとカケリネさんとあとカインくんをね4人でやっぱグループで LINE した時も、 LINE じゃないや、スカイプした時も、あのね、ライルくんとカケリネさんすごく同じベクトルなんだよ。だからすごくね2人はもうなんか痛快みたいな感じなの。だけれどもそれに対してカインくんと、どっちかっていうと俺とかは結構ちょっとまあカインくんとかなりベクトルが同じ寄りで、いつもなんかそれに対してカインくんがなんかすごく寒く、なんかさ結構バッサリ切るみたいな感じだよね。2人とも何だか意味が分かんない、何話してるかよく分かんないんだけどみたいな、なんかな、え、何愛って何みたいな、いやいやそういうのちょっと、いや寒いんだけどぐらいな感じで、俺はあの黙ってるっていうね。寒いんだけどとか、なんか、いや愛だよ愛とか、愛だよねとか言ってんだけど、もうなんか、いやちょっと寒いなみたいな。うん、でもね、そのなんかそれがいい感じだと思うよ。なんかこうね、なんか行き過ぎない感じもいいと思うし、なんかいろんなね、なんかこうなんか空気感がね、なんかそれでなんかバランスが取れてるんじゃないかなと思った。なんかそうですね、うん、本当に俺とかけちゃん2人で喋ってるとどこまでも行っちゃうので。行きそうだねこれね、ファーって行っちゃうので。だってもう本当に神様の話になって、神様が誰なのかっていう話とかになっちゃうので、最後はなんか出てたね、そういえばちらっと出てた気がする、この前。神様とはみたいな。出てた、いいと思う。でもね、やっぱね、そういう気持ちはねすごく大事だと思うし、たそういうあれなんだ、そういうライル君にとってのあれなんだろうね、そういうなんか、まあ俺にとってはマリモとかそういうのはそういう感じなんですけども、うん、まあ意味が分かんないと思うんですけどね。やっぱそういうものが人にはやっぱ人とあると思うんですよ。あります、やっぱ例えというかね。そうですね、うん、まあいいと思います。これからね、お互いその話をね、たくさんしていこうとね、はい、していきましょうね、はい、行きましょう本当に。じゃあちょっと本題の方に。はいはいはい、はい、宇宙と一緒を読んでほしいということなんですけど、ミロさんピアノを弾くことできますか。いいんですか、弾いちゃって弾かせていいんですか、はい、終わりの方だけ僕がちょっと出ます、言います、なんかはいみたいな感じで言いますので、ありがとうございました、ありがとうございましたって言います。わかりました、じゃあちょっと、はい、もういいですか、はい、ミロさんちょっと音だけもらえると。奇跡を当たり前にしていくこの世界、宇宙が存在する奇跡、そこで出会えた奇跡、当たり前のことが全て奇跡、ありがとう、全ての当たり前にいつまでも。本当です。あ、よかった。なんかミロさん今日はちょっと違いますね、いつもと。
本当になんかね、最近なんか、最近なんかすごくね、感性がね、なんか宇宙に近づいてきた感じがするね。びっくりしました、今聞いて。本当に？え、あっなんて。か、なんか、変なこと言うようですけども、なんか、4次元な感じでした。通じ合っちゃった感じ？すごかったです。なんか、3次元ではなかったですね。はあ、やばい。なんか、来てるね。もう一つ、時間の概念が入ってくる感じ。やばい。よかった。ちょっと TS 後で見とくよ、これ。すごく良かったです。ただ僕がありがとう。歌詞を間違えて、間違えたんかちょっい？と間違えましたって小声で言いました。あ、かわいい。それが聞きたい。そう、なんかね、最近ね、すごく感性が上がってきた感じがするんだよね、自分でね。すっごい宇宙でした、今。本当に？やばい。はあ、すごーい、すごーい。わあ、ありがすごい、と素晴らしかったです、なんか。う。なんか、ライル君のでもさ、もともとなんか波長みたいのあるけど、合うけどね。なんか、もまあともうそこに関してはなんか僕ももうなんか全てを何に惹かれても僕はもう最高に気持ちよく読めるのでライル君ってすごく合わせてくれるからさ、合わせてくれるんですよ。なんか俺って結構、すごい、一方的に行くタイプなので、ベクトルが。それにね、すごく合わせられる人ってなかなかいないんだよね。普通は合わせるじゃん、そのピアニストが合わせるじゃん。で、合わせるとなんか魅力が半減しちゃうの、自分のピアノのね。が半減しちゃうんですよ。だけれども、ライル君、それに寄ってくれるから、プツプツしてるって、そういう話をすると。プツプツしちゃう。ミロさんがいいこと言おうとするとプツプツしプツするとプツプツしちゃうからね。ちょっと一回切りますか、一回切りましょうか。ミロさん ミロさんがめっちゃいい話してる、だけどミロさんめっちゃプツプツ はい、ミロさん、あ、ダメだ、プツプツしてるじゃあもう一回聞きろ。でも言いたいことはみんな伝わってるよね。なんかすごく、ミロさんがどういう思いで 言葉を伝えたかったのか もしあ、大丈夫です。もし。大丈夫かな？あ、ダメだ。ダメだ。なんでだろうね。なんでだろうね。もう一回。大丈夫です。来た。ダメだ。ダメだ。あ、なん治っだ。た。なんだ。あ、ダメだ。ダメだ。ちょっと待って。何かが多分あるんだ。何かがあるか。ちょっと何かを切ろう。じゃあ、ちょっと待って。これだ。これも切ろう。これも切って。で、これも切る。これも切る。そしてこれも切る。多分、じゃあみんなのコメントこれから読めなくなっちゃわないように、ちょっと待ってね。大丈夫。一回切って、もう一回かけたら大丈夫です。これ、もう原因がわかりました。これ大丈夫かな？もしもし？大丈夫かな？大丈ダ夫でメ。す。ちょっとね、危険だから、これをやめよう。これをあれして、ちょっと待ってね。これをして、これを切ればいいんだ。よし、これを切る。よし、これ多分大丈夫だと思います。あ、OK です。はい、お待たせいたしました。よかったです。何の話でしたか、もう忘れたよ、もの宇宙の感話を。性が、ピアニストが合わせそうてきそうた。そうそう、結構ね、なんていうか、自分のその魅力を出すためには、その結構、そのガーンってこう前にこう前に前に自分が行かないと半減しちゃうと思ってるのね、自分でね。それに対してこうライル君とか合わせてくれる。普通は絶対にこれもテスト曲なんだけど、そういう、例えばそういうピアノとか何でも他の楽器でも歌と一緒にやるって言ったの、歌に合わせるのは基本だからさ、基本じゃん。だけれども、なんかそのライル君と自分のスタイルっていうのはなんかちょっと違う気がするのね。なんかお互いがこう立っていて、で、こうなんか、なんていうかな、お互いにこう、なんかリスペクトし合うじゃないけれども、なんかそう、お互いの存在をこう立てながら、こうなんか、一緒にやるみたいな。僕そうもいなんかそういう感うじ。本当になんかミロさんのピアノがあって僕の声があって一つの朗読が完成するというイメージで読んでます。だからもちろん僕は詩、ミロさんは曲で、僕がそれに合わせるのもあるし、ミロさんがピアノを弾いて曲を弾いてくださって、僕はそこに詩を乗っけて詩を伝えやすくピックアップするんですけど、ミロさんは曲をやってくださる担当なので、素敵な風に弾いていただければ僕はそれに合わせるのは詩を乗っけるだけなんで、
すごくいい。ミノさんが立つというか、二人で一つのものになってる、ね、二人で一つのものみたいな感覚がすごくこうなんかやりやすいというか、なんかできちゃうんだよね、自然にできちゃうんだよね、なんかね、そういうのね。いやでも最近すごいミノさんも合わせてくださるんで、はい、いやいやいや、でも聞いてないからね、今日はね。いやまあそれ今日は聞けないですけど。そう、ライブ中にも僕の詩を聞かないミロス様なので。ね、それ発覚しちゃったんだよね。ちょっと発覚してしまった。ミロさんは僕の詩を聞いてないっていう、自分が楽しく弾いてて、僕はそれをあ、ミロさんなんて俺のことを考えて弾いてくれてるんだって思っていたら、そうではなかったという。そうなんですね。そうなんですね。まあでもまあみんなね、それをこう一つにして聞いてもらって、良い、いいっていうふうに思ってくれればね。そうですね、本当に、ね、いやいや、これが楽しみだね、なんかね。いや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 、ということで。あれ、あれなのかな、ライル君は今 何のコーナーをやってるの。これは普通に読んで、詩を読んでてっていう感じの普通の。わ、じゃあ、うん、いいよ、何でもいいよ、朗読やってもいいし、何やってもいいよ、普通に呼びつつ朗読もやっていく感じの、うん、普通に。じゃあお便り読んでいきたいと思います。わかりました。じゃあ BGM ずっと俺弾いてようか、今日。それでもいいしね、ミロさんも喋りましょう。あ、いいの。はい、じゃあちょっと行きましょう。はい、ソラリスネームミドちゃんたんさん、ありがとうございます。わ、栃木済の17歳です。はあ、赤い。はあ、ライル君、ミロさん、かっこいらっしゃるかな。お、ほほ、こんばんは。こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。ミロさん来てくださってます。はあ、毎週金曜日、本当に楽しくソラネラジオを聞かせていただいております。はあ、ありがとうございます。第6回の放送にてミロさんが、みんなライル君の声を体が欲してるんだよねと言ってたのを聞いて、なぜ人は音楽を、音を求めるのかと疑問に思い調べてみました。調べた。すごいですね、調べたらしいです。すると、かっこ、いきます。人間の体のほとんどは水でできている、うん、そして音は空気を振動させて伝わる、つまり体内の水を音によって震わせることで自分自身に快楽を与えている、と出てきました。なんかすごいことを言ってる。なんか僕たちがみんなの体に直接攻撃を加えてるみたいな。すごいね、そんなの。みんなに今僕がたちが振動を送って、はぁーって、はぁ、確かに。でもそうだよね、振動を送ってるわけだからね。そうですね、なんだか妙に納得してしまって、しびれるような音楽という表現があながち間違っていないのだなと思いました。おお、なるほど。なんですかね、難しいですけど、うん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 、振動ってすごい、でも大事なことですよね。だってなんていうの、やっぱ振動っていう言い方もできるし、うん、あとは揺らぎっていう言い方もできる。あ、やっぱりさ、その音っていうのはさ、その波の波長によってさ、うんうん、大きさもそうだし、その音色もそうだし、うん、そういう強さもそうでしょ。振り幅が大きいほど音がでかくなったりとか。そうですよね、だからそのなんか波を送ってることは間違いないよね。ライル君、あーって言うとさ、あーって言うじゃん。で、俺がもやしって言ったら、もやしって言うわけじゃん、その波長がさ。そうですね、だから揺らしてるわけだよね、その水分をね、うんうん、その体内の人間の 60% 70% が水って言われてるもんね。よくわかんないですけども、多分そんくらいだと思うんですけどね、予想的にね。そうだよね、だからね、揺らしてるわけだもんね。そうですね、本当に。あ、じゃあちょっとその読んできますか。はい、そうです、水の音にリラックス効果があるのもこういうことからなのかなと思いました。なるほど、ミロさんが言ってるように、うん、耳じゃなく頭でもなく体が欲しているんですね。俺そんなこと言ったっけな、本当に。言ってましたね。あ、ライル君の声を体が欲してるんだよねって言ってましたね。ウケねえそれ。みんな今求めてるんだよ、ライル君の声をみたいな。あ、言ってたか。言ってました。まあそれは正解なんだけれども。さてさて、読んでほしい詩なのですが、はい、吉田山田さんの、これ読めない、あ、日々、違うんですよ、花鳥風月。花鳥、知らない。花の鳥の風の月という曲のサビ部分です。
この曲を聴くと必ず自然と空を見上げて大切な人を思い出しています。はあ、はあ、じゃあちょっとせっかくなので、わかりました、読んでいこうかと思います。おミロさんお願いいたします。なんか幸せな感じかな、壮大な感じですかね。あ、壮大な感じ、わかりました、はい、お願いします、はい。君が花ならば、僕は光になって君を照らそう。例えば君が鳥ならば、僕は空になってずっと見守ろう。例えば君が風ならば、僕は季節になって君に染まろう。例えば君が月ならば、僕はウサギになってずっとそばにいよう。例えばそれが愛ならば、僕はすべてをかけて君を守ろう。ミノさんぴったりです。ぴったりだった？ぴったりです。やばい、来てる、今日は来てる日かな？ぴったりだと思います今の。今日来てる日だ、来てる日だ、来てる日だ。あーよ。とても素敵な、すごく、うん、すごく良かった。素敵な感じでした。あとで TS じゃないよ、TS でいいんだっけ？TS だって。見ましょう。いいよ、はい、まだちょっと続くので、はあ、説明文読んでみたいと思います。はい、送ってください、はい。出会うべき人たちに出会って大切なものが増えて、自分が自分でいられる場所も見つけたのに、どうしても自分が分からなくなるとき、大切な人たちだからこそ傷つけてしまいそうなときもあって、誰かを悲しませてないかと思うときがあります。うん、大切な人のそばで永遠に生きることなんてできないけど、だからこそ誰よりも優しく近くに寄り添うことができる人になりたいと、この曲に出会って思えるようになりました。わ、うん、すごいですね。すごいね、やっぱ曲ってすごいね。すごいですよ、この1曲でここまでこう思ったってことですからね。すごい、やっぱさ、その1つの曲でさ、例えばそういう人生観が変わりましたとか、そういうのあるじゃん。ありますね。音楽ってすごくない、ちょっと皆さん、ちょっとごめん、ちょっと切れちゃった今、本当にすごくないって思っちゃって、ちょっと怒っちゃいました。ちょっと怒んなっちゃった今、音楽すごすぎて、すごすぎとか思って。じゃあ、うん、作りましょう、はい、もみろさん作りましょう、もうすぐ作ろう、もう今日作ろう、今から作ろう、みろさんトライルで、うん、音楽で人生観を変えてしまうような音楽を今作るんですね。作ろう、じゃあそれ作ろうみろさんの適当ぶりが作ろう。いやでもさ、結構音楽でかなり変わるよね。なんかそういう、あ、それじゃあちょっと聞きたい、ちょっと多分リスナーさんも多分聞きたいと思うんだけど、はいはい、ライル君、この曲に出会って何か変わりましたって曲ある？坂本真綾さんの約束はいらないですね、うん、ちょっとそのさ、思いをさ、すぐ弾くその思いを、その今ちょっと話してもらってる時にそれ弾こうか俺その出会いで、じゃあいいです、なんなら僕詩にします。出ました、皆さん聞きましたか、即興で、即興の詩ですよ、はい、即興の詩ですよ、はい、はい、じゃあやりますか、じゃあやりましょう、わかりました、お願いします。わかりました。
しまうほどな、大きな大きな幸せをもらいました。歌は悲しい時も嬉しい時もいつもそばにあって、その人生の中で感じたもの、そのまま素直に歌えばいいんだよ。これが、これでライル君の人生変わったと変わりました。あの、うん、最初は到底理解しきれなかったんですけど、もちろん、うんうんうん、あのメロディーが好き、素直に好きっていうのはもう大前提、うんうん、やっぱり菅野さんの曲っていうのは僕の中でもやっぱり聴いただけで好きになるような不思議な世界に連れててくれるものあったんですけど、うんうんうん、約束はいらないはマーヤさんを好きになったきっかけなので、あの、うん、はっ、なんでこの悲しい悲しい悲しい部分でこんなにこの人は素敵な表情で歌うんだろうっていう風なところから僕の表現は始まったんですよ。よくある悲しい曲を悲しく歌わないという、なんかよくある表現方法なんですけど、でも今思えば当時は、あ、この人は素敵だな、素敵な顔して歌うな、嬉しそうな表情で歌うなって、そこだけを思って聞いてたんですけど、あの今思えば、うん、それだけじゃなく、うん、すごく深い、うん、なんだろうな、純粋にそうなるべくしてなるように歌ってたっていう感覚、うん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 、なんですよね。なんて言うんですか、すごい口で表すの難しいんですけど、うん、表現をしてるっていう、もうその定義すらを超えている、うん、歌を歌っているという定義とか演技をしているというか定義を超えてるんですよね、もう僕の中で。演技でも歌でもなく、もう全身全霊人間が歌っている、人間がそのままなんだろう、人間が感じたままに動いている、表現している。でもなんかそこになんかもう無駄なものがなくて、だからそこに対して悲しい曲を悲しく歌わないっていう当たり前のような技術みたいなところはもちろん大前提としてあるんですけど、そんな技術じゃなく、もう、もう技術とかいうレベルじゃない何かを僕は感じたんですよね、うん、約束はいらないの、あのメロディーと坂本真綾さんの歌声と、うんうん、真綾さんの表情を見て、うんうんうん、いやでもね、なんかあのライル君の歌ってるところとかさ、やっぱ見るとなんかね、今の話がつながったなと思ったの、つながったなと思ったの。なんか本当ですか？いや本当本当、皆さん聞いてるって、みんなほらコメントでめっちゃ皆さん聞いてるって、そんなことないよみんな本当に、うん、うん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 ってみんなそんなことないよみんな、ね、皆さんの相づちが雑になってると思ったんですよみんな。そんなことない。あのね、ライル君は今のねお話を聞いてたけども、はい、あのやっぱりあのすごく昔もね、ちょっとちらっと話を聞いたけれども、表情をやっぱ大切に歌ってるんですよっていう風に言ったってたでしょ、はい、うん、だそれやっぱり俺もすごく思うし、うん、とてもこうなんていうかな、自分のその感情ってものをすごくその表情だったりとか、やっぱこう全体 の, その体としてこう表現して歌ってると俺は思うのね、はい、これは本当に本当にそうすごくちょっと待って、ちょっと本当ね、ちょっとちゃんとちゃんとちゃんとそんな笑わないでよ。 そうですね、そんな笑わらとかじゃなくてね、わらわらとかじゃないでしょ、はい、でしょ、そうですね、そうだよね、うん、ね、そうだから、やっぱねそれは伝わると思うんだよ、とても、うん、聞いてる人に対しても、うん、その見てる人にとってもそうだし、とても伝わってくると思うのね。だから今のお話を聞いてすごくつながったなと思いました。ありがとうございます。
そういうところでやっぱりその、あ、心を動かされて、でそれをこう自分がその何その感化されたものをこうまたね、こうなんかちゃんとアウトプットしてるなというところがとてもね、あ、なるほどなっていう、そこだったのか、うん、ありがたいことです。はい、なんか本当にあの、はい、表情を大切にしているとすごく言っていただいて、いろんな人にも表情、うんうん、いい表情で歌うよねっていうのを言われたのが、うん、僕がそれを意識する前に言われたんです。僕実は、あ、そういう表現を意識する前にある人に言っていただいて、はい、なんでそんな楽しそうに歌うのっていう風に、楽しいんだねって、楽しさが伝わってくるよって言われて、うん、あ、自分って笑顔で歌ってんだ、歌おう、うんうん、って思った時に、うん、そこでちょっと間違えた時もあったんですよ、うん、表情を作んなきゃいけないなとか、うん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 、だってここは笑顔で歌うところなんだから笑顔の表情を作ろうと、うん、悲しいとこなんだから悲しい表情で歌おうと、うんうん、でここは悲しいけど笑顔があるしとかっていう、そういう微妙な表情をしようとか、うん、それを考えることすらが人間として不純だなと思ったんですよね僕。すごい、もうなんかね、高等だねなんてライル君考えることってすごくなんか、なんていうのかな、なんか高等な感じがするんだよ。なんかもう表現とか表情とかを意識してることが不純そしてみんなのコメントがうんうんだらけになってしまってみんなちょっとうん言い過ぎ、ちゃんとここねほらお行よくして、ちゃんとライル君のラジオだよここね、うん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 ばっか言ってないで、全然全然聞いてないみたいじゃんそれ、なんかね、みんな全然聞いてないでしょ、ちゃんとライル君のお話を聞いてだ、ね、まあでもそういう風なことをすごく最近も思っ、うん、最近っていうかもう本当アルバム作り始めたぐらいから思うようになって、うんうんうん、アルバムのおかげですかね。でもやっぱりミノさんのピアノで歌ったりとか多くなったりとか、うん、いやでもね本当ライル君のおかげなの全部今の自分があるのは、こちらこそミノさんのおかげで今の自分があるので、いやもうライル君のおかげでやっぱりそのピアノがさ、やっぱピアノを弾いてるからさ、ピアノ弾く人ってなかなか、なんていうのかな、そんななんかほら、なかなか知ってもらうチャンスがさ、なかなかないっていうかさ、それをやっぱりライル君がいろいろね、いろんなところで言ってくれたおかげで、いろんな人にこうなんか聞いてもらえるようになってね、もう本当にねやばいっす本当に。いや僕の方こそミノさんとは本当に奇跡的だと思うので、奇跡的な出会いだからだと思ってるし、 これからもねぜひぜひ仲良くして、一緒にいっぱいやろうね。そうなんです、なんか本当に今もう本当コメントにもあるように、裏方っていうイメージがやっぱりあるんですよね、ピアノ弾く伴奏さんって。そうなんだよ、やっぱ奏者ってやっぱそういうのがあるじゃん、本来そうですもんね。そうなの、自分はそういうタイプじゃないの、うん、合っててそういうなんていうかな、別にやるよ、もちろんやるんだけれども、そういう裏方のことももちろんやって、そういう例えばそこで例えば技術だったりとか、やっぱその仕事に対するさ、そういうなんていうかな、経験だったりとかっていう意味ではとてもいいからさ、だけれどもやっぱそこでは多分自分の魅力が出ないんだよっていうの分かってるの、自分の立ち位置がずっとそういうなんかそういうのタイプに分かれるの。だからそれが別に悪いとかいいとかじゃなくて、それに向いてるか向いてないかみたいな話で、うん、そうそう、だからね、そういうタイプじゃないんだよね自分はね。だってこんなにピアノに表情がある人が伴奏で弾いてるなんてもったいないですもん。いや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 、まあ、伴奏っていうなんかものもなんか違う気がするからそうですね、自分とはだからそういう違うところのなんか一つの違ったなんか新しい形みたいのが作れたらいいかなと思ってんの、うん、新しい作りたいですね。歌とピアノですよ。もちろん伴奏は伴奏なんだけれども、うん、なんかそういうことではなく、お互いその人間がこう出るよみたいな感じ、うん、うん、人間対人間みたいなさ、人間と人間のぶつかり合いみたいなさ。そうですね、それを一言でまとめると愛ですね。愛だね来たねこれね、来たねこれね、もうやっぱり愛に落ち着いて、やっぱ最後はやっぱ愛になっちゃうんですよね。愛だね、やっぱり愛です。うん、あのね、ライル君のさ声がやっぱ欲しくなるよね、欲しくなるよね、体が欲しくなるよね。あといや本当最近ちょっとさ、お互いにちょっといろいろ忙しくてなかなか連絡取ってなかったじゃん。俺ライル君の声欲してたもんね。いや本当に本当に。でもそれすごくわかります。え、なんかもうミロさんのピアノ本当に CD にしていただきたいんですよねCD にしよう、ね、だからそれこそ、だから言ってるじゃないですか、アルバム作ってミロさんのインストから始まるアルバム作りましょうよって。僕も歌いますし、ミロさんのピアノだけのCD もあるみたいな。その CD が絶対いいですよ。作ります。僕朗読と歌
でミロさんはピアノのソロのピアノとインストのピアノとかたくさん、うん、最高だと思いますよそのアルバム。やろうも私服の市場の市場の音楽を最高ですよ。ミロさんのピアノだけ聴くこともそのプレイリスト作ればできるし、僕の歌だけってこともできるし、でもどちらにせよお互いのあれが入ってるじゃないですか。でもやっぱりやばい詩だったり何だったりすればやばいね、やりたいね、そういう合作できたら最高ですね。やろうね、これからちょっといろいろ回るしね、いろんなところにね。そうですね、ね、ちょっと早く決めちゃわないと、ね、そうだねこの裏方事情をちょっと皆さんまあラジオだから、ラジオだから早く、ね、早く決めないと、ね、ラジオだからこういうこと言っても全然僕たちサボってるんですよねちょっと僕たちさん、ミロさんがサボってます今。ミロさんがサボってます。今はミロさん忙しくて、僕も分かってるで、僕が決めちゃって、多分ミロさんにもうこれで決めちゃったんでって言った方がミロさんいいだろうなと思いつつ、ちょこっと話そうかじゃあこれちょっとまたちょこっと話しましょうか。ちょこっとちょっと話しましょう。これはちょっと話しましょういろいろと。ちょっとごめん、あのちょっとキャス遅れます、あのもしも来ていただける方、あのねこういう事情で遅れます。ちょっとミロさんちょっとだけ10分ぐらい借ります。いやもう10分なんて全然もう大丈夫、20分とか30分。でも朝とかまで食べる。いやいやいや、それは別にみんな起きてるから本当に、はい、いやいやいや、ありがとうございます。もう残り2分。 あら、いや本当今日もありがとうございました。じゃあライくん、なんかその思いみたいな話してる時に俺ずっとピアノ弾いてようか。ライくんがそのなんか思ったことを言ってる時にピアノ、俺今 BGM で最後まで、うん、僕30、この動画、この放送が61分までできるんですよ。なるほど、はい、なので僕あと2分間だけ喋ります。残り1分のその間ミロさんタイムでいいですか？あ、全然大丈夫です。お願いします。じゃあこのままお別れしたいと思います。皆さん本当にありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございました。皆さんお願いします。はい、はい、ということで皆さん本当に今日はありがとうございました。最後にいただいたお便りだけ本当にすぐ読まさせていただきたいと思います。ちょっとお待ちください。前回の放送で音という詩を聞かせていただき思ったことは、たくさんの表現方法がある音楽というものの中でライル君らしい音、言葉、すなわちライル君の音楽を聞くことができたら私は幸せです。インターネット社会だからこそ出会えた私たち、同じ時代に生きている私たち、ライル君ともソラリスさんとも出会うべきだったんだと思います。こういった奇跡は考えたらキリがないですが、ライル君が広げた輪、幸せの輪、私はそれが大好きです。これからライル君が進むために変わっていくこともたくさんあると思いますが、ささやかながら、応援させていただきたいといただきます。長文多分申し訳ありません。読んでくださり本当にありがとうございます。季節の変わり目で体調崩しやすい時期です。お体に気をつけてお過ごしください。毎日アルバムのまた明日を聞いて安眠しています。いつも素敵な音楽をありがとうございます。それでは失礼します。はい、ということで素敵なお便りありがとうございました。ソラリスネームみどちゃんたんさんからでした。本日は皆さん、危ない危ない危ない、はい、本当にありがとうございました。素敵な夢を見て土日と休みが待ってますが、もちろんね仕事がある方もいらっしゃると思います。受験勉強ある方がいらっしゃるかもしれません。全部お便り読めなかったんですけども、読むこと自体は全てしております。放送中読めなかったお便りも全部目を通させていただいております。何か伝えたいことがあった場合、ぜひぜひソラネラジオまで、いつでも送ってあげてください。僕はいつでもお待ちしております。なるべくねソラネラジオのことについてというの方が嬉しいんですけども、もちろんそれはソラネラジオなのでそうしていただけるのが嬉しいんですけども、ぜひぜひ送っていただけたらなと思います。ソラネラジオのメールアドレス、お便りメールアドレスも貼っておきます。こちらになります。目を見てください。